第3歯科大隊は、アメリカ海軍に属し、アメリカ海兵隊をサポートする日本の沖縄県に、所在する部隊。9つの歯科診療所、約77人の歯科医師、4人の医療支援士官、181人の歯科技工師、26人の軍属が所属する。この部隊は、キャンプフォスターには属さず、第3海兵兵隊軍及び、第3海兵衛征軍に属する。 派の状態を良好にし、派の健康を最適化することを通じて、作戦行動や人道支援を遂行することが使命。戦闘を行うための部隊ではないが、年に数回は野戦を想定した訓練演習を行っている。第三鹿大隊ができる以前の1955年、第三鹿中隊と第十一鹿中隊が作られた。 両隊は1965年6月から1969年11月まで、ベトナム共和国に駐屯し、大統領部隊法相、国防従軍省、ベトナム戦争従軍機章、ベトナム十字部隊表彰などのアメリカ軍の勲章を得ている。第3子化大隊は1979年11月1日に、沖縄の牧港補給地区に設立され、 艦隊海兵軍の太平洋艦隊海兵軍の第三海兵兵団軍に属することとなった。1992年4月、第三鹿大隊の本部がキャンプキンザーからキャンプバトラーに移された。ありがとうございます。